徳島も楽しかったですね。徳島も楽しかったです。これさ、ほんまにええのかなと思わなかった。もうあのネタもなく、もう本当に川遊びを、うん、もう朝10時から3時まで、うん、もう本当、もうあの子供がね、あの300人ぐらい集まって、ありがとうございます、うん、子供がね、300人ぐらい集まって、その子供たちと川で遊ぶっていう企画だよね。なんかね、そこの調子乗りのなんかスタッフの兄ちゃんみたいなのがいて、ずっと遠くからずっと遠くからちっちゃい水鉄砲でチッピッピッ、あんまないけどな。なんか、あ、冷たと思ったら遠くからそいつが、うん、いや、お前さ、子供なら分かると、もう大人が30歳ぐらいやな、だからな、30ぐらいやな、もう遠くから、しかもスタッフさんやな、そうで、途中でね、その俺がその子供たちを楽しませようと思って、こう子供たちがキャーこう水かけ合ったりとか、俺がガオーみたいな、俺はもう化け物だぞっつって、子供をこうやって持ち上げてね、水に落とすとかやってね、そしたらもう子供が大盛り上がりで、でももう怖くて、気がついたら俺ね、20人ぐらいの子供に囲まれてたんですよ、うん、で、子供もテンション上がりきって、もうおかしくなってるんですよ、もう楽しすぎて、だからみんなでこの怪物を倒そうみたいな、そう、もうなってるから、もう本当にここにキッて引っかいてきたりとか、いやで、こっちを思いっきり殴ってきたりとか、もう髪の毛掴んできたり、もう20人がかりで、あ、俺子供だっても力合わせたら殺されるなみたいな、蟻が象を倒すみたいな、なこれちょっとやばいぞみたいな、なんか一人必殺技みたいな、こんなグルグルして、もうそう、もうそれ見たことないパンチする、だからでも見たことないパンチ、もうごめん、本当にやめてくれ、うん、本当にやめてくれって俺ずっと言ってたよね、言ってた、もうやめて、引っかかないで、もうごめん、すまない、本当にやめてくれって言って、もう顔にずっと水かける、そうそう、息もできなくて、でももうこの口に指入れてとかやられたり、もうこれ俺死んじゃうと思って、じゃあもう死ぬと思って、うん、でも俺さ、池ちゃんさ、あれ頑張ってたじゃん、頑張ってた、子供を盛り上げるために、もう正直楽しませるだけですよ、気持ちとして、しんどいし、でもやっと子供たちがバラバラになって、もうヘッドヘッドになって、俺も上上がってたんですよ、うわやばい疲れたと思ったら、ピッピチュピチュ嘘だろうと思ってパッて見たら、ヘイヘイヘイ